4月15日の宇野塾通信をお送りしています。 TikTok は中国との関係を断ち切る時が来た。欧米のスクリーンに映り続けるには動画アプリに新たなオーダーが必要。今日は3日目ですね。ほとんどの国は外国人による企業メディアの所有に何らかの制限を設けている。 FOX を買収する前にアメリカ国籍を取得したルパート・マードックに聞いてほしい。アブダビの支配者一族がテレグラフ紙を買収したことで、イギリスは今週外国政府がイギリスの出版物を所有することを禁止すると発表した。しかし TikTok は急速に影響力を増している。政府は新しいメディアに対しても旧来のメディアと同じ論理を提供すべき時なのだ。どちらかといえば新しいプラットフォームにはより大きな警戒が必要だ。新聞の編集方針は白黒はっきりさせることができるが、それとは対照的に TikTok のユーザーはそれぞれ異なる情報を入手し、同社はその情報を総合的に調査するための適切なツールを提供していない。例えば TikTok の画像報道が偏っていると主張する研究結果もあるなど、変更が指摘されているとしても TikTok のアルゴリズムがユーザーの思考に反応しているのか、それとも北京からの捜査によるものなのかを知ることはできない。ということで今日3日目ですけれども、旧メディアというかいわゆる新聞とかそういう報道ですね、これについてはその各国が国籍による制限を設けてるわけですね。設けてるわけ、それはアメリカもイギリスも一緒だと。でこれは新しいメディアについても同じような論理を適用すべきだとエコノミストは言ってるわけですね。で新聞の場合はですね、編集方針をはっきりさせることができるけど、 TikTok はどういうふうな形でその方針を設定しているのかって明らかでないということで、ガタ報道の例を挙げてますけども、それはユーザーのためにそうしているのか、それとも北京からの強制なのかということはよくわからないというふうにここでは言ってますね。